はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第146回でございます。で、今回テーマが6月のポイントで喋ります。で、下がですね、前回のタイトル失礼しましたっていうのと目標の LINE スタンプについてでございます。はい、ということで、ちょっと本題入る前に前回のタイトルの謝罪を先にいいですか。今週ですね、6月1日に、日曜じゃないんですけど、ダラダラジオ1本アップさせてもらってですね、聞いていただいた方もいるかもしれないんですけど、6月1日、自分動画トークを始めた日で、記念日だったので、それで喋らせてもらったんですね。で、タイトルを、4年間のありがとうっていう風にしたんです。で、そしたら、動画の冒頭でも話しましたけど、やめるんじゃないかという勘違いをさせてしまいまして、かなりコメント欄に、やめるかと思いました、みたいな。のね、そう書いていただいてて、本当にすいませんでした。確かに思ったんです。だから喋ったんですけど、あ、これやべえかなと思ったら、本当にね、本当すいません。やめないですよ。ちゃんと続けてきますので、今後もどうぞよろしくお願いします。あと、たくさんのコメントもありがとうございました。アップした日の夜、深夜にですね、ちょっと1時間ぐらい時間取って、返せる分だけはガッて返させてもらったんですけど、その後もね、たくさんコメントいただいてて、全部返せなくて申し訳なかったんですが、全部読ませていただきました。本当にありがとうございます。よし！ということで、じゃあ本題行きましょう。で、今日がね、6月最初のダラダラジオになりますので、6月のポイントということで、この6月ね、基本的によく言うんですけど、6月すごい大事なんです。はい。で、大事で、で、何が大事かっていうのを話していこうと思うんですけど、基本的に受験生と、受験生じゃない、中1、中2とか、高1、高2生に分けて話そうと思うんだけど、まず、2学期制と3学期制で分かれちゃうんですが、多分2期生 ?2 学期制の方は、もうテストね、夏休み前にないと思うんですよ。模試とかはあると思うんですけど、中間テストとか、期末テストとか、期末考査は、夏休み明けだと思う。違ったらごめんなさい。で、3学期制の方は、多分ありますよね。今月末かな ?7 月頭、今月末かな基本的には。あると思うので、まずはそこに向けてですよね。で、それに向けてやっててもらったらいいんですが、6月なんで大事かっていうと、中だるみしやすいんです、6月って。で、もちろんテストもあるので、テストがあればね、テスト勉強しようっていう思う方も多いと思うんですけど、最初のテストっていうのは、最初っていうのは基本的に緊張感が多少出るんですよ、人間っていうのは。それが中2、中3であってもそう同じです。特に中1の子ね、高1の子っていうのは、学校に入って初めてのテストなんで、めちゃくちゃ緊張感あるんですよ。どうしようみたいな。でも2回目っていうのは、一回経験してるんで、ちょっとこの辺手抜いても大丈夫かなみたいなのが出てくるん、ちょっと。多少ね。で、それがやっぱ油断につながって勉強量減ることにつながってしまう。そうすると、テストがつまずくと。で、個人的にはですね、テストとかっていうのは、2回連続でつまずくときついっていうふうにちょっと思っていて、2回連続失敗しないでねっていう発想でよくいるんですけど、で、今回、もしね、夏休み前のテストで、こけてしまうと、夏休み後に修正になりますよね。でも、夏休み後っていうのは期間が空きすぎてるんで、気持ちが持たないんですよ。あ、やっべ、やらかした、夏休み頑張んなきゃって思うんですけど、夏休み入ったら、時間あるし、いっか、みたいな。そう。っていう風に持ってって、連続でこけやすくなってしまうのね。なので、ここの、今月テストがある方、期末考査、期末テストがある方に関しては、ここね、ちょっとこう、もう一回引き締めて、ぐっとね、気持ちをね、整えて、対策を打ってほしいなと思います。すごいこけやすい、本当に。でもね、逆を返すと、そういう風に思ってしまう子が多いってことは、油断をしてる子が多いと。だから、そういった子が多い中で、よっしゃ、頑張ろうって思って、でやったら逆転しやすいんです。逆に言うとチャンスでもある。なので、前回の中間テストとか中間考査でね、若干うまくいかなかった子なんかは逆転のチャンスがすごいあるところではあるので、今月ねテストある方はちょっと気合を入れ直してやってもらえたらと思います。で、受験生に関して、受験生でテストある方はさっきの該当しますけど、受験生は夏休み勝負です。これはですね、おそらく学校の先生、塾の先生、親御さんとかにね、もううるさく言われてるかもしれないんですけど、もうこれはね、もう真実です。そう、夏休みが本当に勝負。で、個人的な、これもね、が勝手に思ってるだけですけど、夏休み中、夏休みが終わる時までが復習のチャンスです、基本的には。
で、夏休みが終わったら復習をするチャンスはあまりもうなくなります。もちろん時間取れますよ。取れますけど、基本的には夏休み中でも復習を終わしたい。で、欲を言うなら、夏休みでぐいっと伸ばしたいんだったら、夏休み前までにある程度の復習は終わしてください。で、もちろんベストは、夏休み前までに復習終わっとけばね、夏休み中に応用問題とか発展問題、ね、まあ受験の過去問でもいいですけど、そういう難しい問題で経験値をどんどん積む。そうすると、夏休み明けに爆発します。一気にいける。ボーンと。出る子本当に伸びるから一気にね。100点とかザラに伸びるよ。夏休みの努力で。けど、復習ってのはもちろん勉強なんですが、復習は基礎練習みたいなもんなので、それが一気に得点伸びるかっていうとなかなか難しいんです。基礎っていうのは難しいもの、応用を解くための基礎になるので、そう。だから、できる限り今月、その復習、1年生、2年生の時の復習っていうのはできることはどんどんやった方がいいです。で、さっきね、その全部終わらせるのがベストとは言ったんですけど、例えば定期テストがあったり、で、部活まだある子の方が多いと思うので、ね、最後多分7月、夏休み前ぐらいに引退の子が多いのかな。吹奏楽部とかね、吹部の子は結構長くなっちゃいますけど、他の部もね、地域によっては長くなると思うんですが、できる限り復習しておく。で、単元ごとにやっていくといいです。なんか、ここやろう、ここやろうとかじゃなくって、例えば数学だったら、ひとまず計算問題やっとこうとか、私、比例反比例とか1次関数苦手だからって思うんだったら、その単元をまとめてやってしまうの。で、1次関数とか比例反比例結構できるようになったな、みたいな風にやっとけばといいです。全体的にやったなってよりも、単元を絞ってアタックしていく感じにしてください。そうすると、具体的にこれをやったっていう自信にもなるので、そう。いつも言いますけど、受験勉強はマラソンです。そう、すごいスタミナが必要になるので、モチベーション高くいたいの。で、モチベーション高くいるためには、自分の自信が必要。そう。やったらやった分だけ伸びてるんだっていうのを実感するのが一番なの。例えば周りから、これできるようになったじゃんって、どんなに言われる言葉よりも、自分自身が、あ、ちょっとできるようになってるって、一瞬でも思うことのがね、もう絶大な価値があるので、そこに。そう。なので、今月、まあ、ほんと全体的にね、受験生の方も、その中1、中2とか、高1、高2の方もそうですけど、ちょっと気合を入れ直してほしいんです。そう。気づかないうちにね、ちょっと、だるくなって、だるくってか、油断し始めるから。そう、周りの空気もありますけどね。っていうのが一番のポイントです。で、繰り返しになっちゃいますけど、受験生の方は、夏休みで、こう、ぐっと行くため、それ、もっと言うと夏休み後だね。夏休み明けの模試とかでぐいっと伸ばすために、そのために夏休みを使うと。で、夏休みを有意義に使うために、今、基礎固め、単元ごとにね、絞って、ぜひね、勉強してみてください。本当にね、夏休み明け変わりますんで、今から頑張るとね。受験生っていうのはね、本当にどんどんしんどくなります。気持ち的に。辛くなっていく。で、そろそろそのね、学校説明会に行けとか、受験生なのかなっていう時間が徐々に出てくるの、6月っていうのは。夏休みいろいろ言われるからね。でも、夏休みっていうのはやっぱ40日ぐらいの休みがある。で、休みがあるって、しかも部活が終わるので、時間ができるんですよね。塾でさ、1日缶詰にされたりすると別だよ。別だけど、でも時間ができるっていうのは気持ちの余裕ができます。それはすごく大事なことなの。気持ちの余裕ができることは。でも、それが油断になってしまったら意味がないので、逆効果になってしまうから、そういった意味でもね、そういったことを意識してやってもらえたらと思います。で、最後に目標の LINE スタンプについてなんですが、これ、ピンとこない方も多いと思うんですけど、自分、毎年ね、新年明けた時に目標を掲げるんです。で、今年最初のダラダラジオで発表したんですが、その一個に、LINE スタンプの申請っていうのを目標に掲げたんです。で、それは期間を決めていて、5月31日までにっていうのが、目標だったの。で、結果から言うと目標達成できてないです。はい。で、ちょっとね、今どういう状況にいるかの話をさせてもらいたくって、すぐ終わるからね。最初は自分で作ろうと思ったんですけど、やっぱりこだわりたくなって、その、クリエイターの方、知り合いの方にクリエイターの方紹介してもらって、ちょっと話を進めてたんです。自分がこういうのを作り出して案を出してそれを形にしてもらうっていう、そう共同で作ろうと思ったんで、ちょっと話が進んでたんですけど、いろいろね、ちょっと事情があって、その方とできなくなってしまって、それが。で、振り出しに戻ったと。で、それが、4月末の話なんですけど、そう。で、みたいな。
ってなったんですが、今週か、本当ね、ちょっと前の話なんですけど、またちょっと違う、その人のつながりで、こういう人がいますけどどうですかっていうのを最近紹介してもらってですね、で、話がうまくいくかはわからないんですけど、その方とちょっとこれからいろいろ話し合って、作れるようだったら作っていこうと今思っている段階です。なので、結果的に目標は達成できてません。ほんと申し訳ないんですが、かっこ悪いとこ見せちゃってるんですけど。ですけど、もうね、こういうラインスタンプっていうのはずっと持ってて。で、それを自分自身もちょっと使ってみたいし、みんながなんかね、使ってくれる、そのなんか様子を夢見ると、やっぱり諦めきれないので、ラインスタンプのね、申請、もちろんそれが許可が下りるかはわからないですけど、この夢に関してはちょっとね、もう追い求めて頑張りますので、そんな感じだと思っておいてください。では、今回はハイチのダラダラジオ第146回、6月のポイントというテーマで喋らせていただきました。で、いつもね、右下に書いてありますけど、今ツイッターのね、フォロワーを増やしていただこうキャンペーンを、増やしていただこうキャンペーンしてますので、ハイチアンダーバーとあるで、ひらがなのハイチで検索してもらえれば一発で出てきますので、もしよかったらチェックしてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。